では録画開始いたしました。12月16日高田馬場以下のギルティギアエキサートレベツ、土曜固定スリオンスリー大会、今回なんと FB さんがお肉を食べに行ってしまっていろんな人を連れて行ってしまったため4チームとなっております。FB さんの生徒は言っておりませんが、よろしくお願いいたします。FB さん腐ったらがロイソルアイン会テレサジャムチーム対長谷川のマグロジョニーヒロソルチーム、先鋒戦はマグロナットジョニー、対するはテレサ。マグロナット美味しいね。さあユーマさんのジョニーですね。あ、名前言っちゃった。さあなんかこの非対称がテレサ対その、ま、ユーマさんでいいですか。マグロナット恥ずかしい。おお、なかなか悪いと話は聞いたんですよ。大会の日本勝負だとわからないですよ。かなり勝負強いプレイヤーです。マグロジョニー、マグロナットジョニー。さあここらしか少し押されているような気がする。皆さんはね、相当いろんなネタを仕込んでいるプレイヤーなんで、守りにもこのバックステヒールキャンセルだったり、攻めのヒールキャンセルに対するヒールキャンセルとか、いろいろな動きを見せていくでしょう。普段ちょっとね、見慣れているジョニーとは違った動きが見られるんじゃねえかなと思うんですけど、画面下にファンが押してくれ。中段から画面端に追い込んで足に振りましたが、ここは足払い、空中出しを少し意識していたか。前ハイから足蹴刻んで空中セーブ、ペンペンから足蹴、2ペン2ペンから100歩止めて空中投げ、直線ガードから投げていきます。チャンハイ前ハイからの画面端、中段 2P で返した、レベルが3。おお、怖ない。皆さん、外野クラッシャーするプレイヤーって感じなんですけど、ここ今の前ですね、空中ダッシュに対して、しゃがみガードから少し待ってから禁煙サイクルっていうのがあるんですけども、あはははは、怯え始めたテレサ。しかしなー、お前謝った方がいいよこれ。レベル3じゃなければダウン取れる。あー、カメハメハーって感じですね。マックスリュージュになると受け身の時間が短くなるというね、仕様らしい、うん、長谷川さんと山さん並んでるとなんか親子って感じしていいですね、なんか。いや、子供はもう山さんでしょ、ちょっとやんちゃな。さあ行きましょう。ヒロさんのソルト、テレサジャム、どうでしょうね。普段めっちゃ対戦してる組み合わせですからね。今うまいですね、空中ダッシュに対してダッシュで潜り込んで裏に追いやりました。素晴らしい判断。あ、テレサはやっぱそのキャンセル行動に対して前ジャンプ様子見っていうね、前ジャンプ、様子見ちゃん、リボルバー、ウィンガー、ガンフレーム、何が出しているかを確認して、しっかり返していくっていったリターンを取れる前ジャンプをよく見せている印象ですが、おっと、センリーカウンターいった、2回、ヤッショイ、モチーフ、BP から着地、下段、砕けろ、あ、投げていく、ダメショー、ガンフレームから、ちょっと待つ、ジャンケー、蹴られて、捕まえて、モルカニックワイパー、画面エッジゲージ 50% 持った状態、ヘッドアングル、あ、そうか、ヒット位置は入れ替わるが、どうなる、ガンフレーム空中投げしてジャンハイ置いている、エンゲスパチ、はい、ここギリギリ 50% 溜まったところだったが、テレサが押されているが足前で返していく、キルキャンセル。はぁはぁはぁ、あと3連続でちょっと面白かった、パメリング、これで差し込みのリターンが上がるぞ。前ジャンプ、前ピンしっかりガード、友人待っていましたが確かに間に合わず、空中ガードが投げていく、1本イノソル前、はい、ガシャってですね、マイク前、はい、くる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 かけて千里、さらに食べる、ほいほい、コーンからいって食べていく、少しだけ失敗、あー、マイピー
カウントヒットからリボルバーで一気に画面足強いですね。落ちる位置がなかなかいい。あー龍神、あよくあるエラーの仕方ですよね。しっかりね着地点に走ってからですね。うー着地投げている。龍神剣道激輪から空中投げ、バックジャンプで様子を見て通りかかったソロを投げていきます。ジャンピー、ここ直後から投げていく。いやーなんか照れさがハフニール食らってる。ちょっとフフってなりますね。なんとか知らんけど綺麗に決まるハフニール。ダメ足ダッシュ投げ、ジャンピーからの激リンすかして足場ヒント、バーストポイントが少し難しい。ゲージがあるということはこれはバーストの残らないでしょう。危ねえ、残らないでしょうって言ったけどちょっとドキッとしましたね。残ったらどうしよう。さあ大将、先方大将長谷川さんがいいのですね。毎回そのジャム対ソルが終わった後お前燃やしすぎって言うけど、そんな燃やしかなって思ったら全然燃やしすぎなんですね。いや俺ソルが燃やしだったらお前どうなっちまうの。でもポショムキンからやった表情みたいな。は取ってなんだよ取ってなんだよと切れていく謎の逆切れをかまして、さあ出た長谷川式ジャンケーから超リレージャンディーとね着手前杯どの辺まで行ったらもやしじゃねえのかなって考えちゃったけど、そうじゃないよねって話でした。以上じゃあ、熱いぞ。上海から足払いからのフィールキャンセル。なるほど、ジャンピーから計算。うまい、この大会はジャンピーやっぱ強いですね、先出し。はいはい、ガラドン、ゲラドラド、手下げる。下から前ピーに対して、おーっと投げで暴れてくるかなというところに対して剣道でしたね。しっかり殴ってきました。うまい、今うまいで出方しかないけど説明してるとなんかなかなか難しい。話が聞きどころが超最高で投げとかもありましたね。コパンが早いぞ。足払いダメを取っていけガロン、あー足払いが出てたがじゃんけん取っていく。あ待った、あーしかしギリギリ間に合わないか、悩みますよね。デンジャーだから痛いな決めたいなみたいな流れはどうか。コチフ直面ガード前ピンしっかりしています。そしてケミカル打っていく、勝ち取りじゃなかったですね。デッドングル、うわー前ハイでしたね。いやしっかりしている。ジャンプ敗戦まで多分テレサーとしてはその2敗戦の直前ガードしてるかどうか2段目確認して星 PB で暴れ潰しってなってるんですけども、そこまでしっかりガードして返してきましたね。うまいジャンケジャイス 2K 前 P これバーストテニカル前ハイを返してブリッツ弾かれますが、ここは問題なし。下段で触りたいところに対して縦蹴りから追い返し縦立ち配からさらに刻んで画面端再びブリッツ、ここは見てから対応。さあもうガードするしかないぞ。できるかジャンプリーパーフェクトだったら長谷がいいの。はい、どうぞ。こう定裁が泣きそうな顔してるのが目が合うとちょっと気まずい時あるよね。やばい、顔真っ赤やお前やばい、一瞬で真っ赤やった。さあ出てきましたアインカイ、チャンス、逃げてますよから前向く追いかける
上海の振り方がやっぱ上手いんですよね。逃げつつの上海の先端ですし、この攻めていく時の上海ですから、なかなか落とせない距離、高さ、先出してタイミングを合わせるとすげえ当たり方した。意外とやっぱ落としづらいからね。あの特に海はその対空が強力なんで。おお、アインマンのこと美しいって照れされてるのが面白い。さあクロートっぽいね。クロートとは言わない。スター前、はい、からもすごい。イエス前、はい、そすごい。さあしかし直下していないため、ここはあまり引っかからずかーと早いスタンティッパー。5フレームのキックが飛んでくる。味方になるとね、発言がね、コロッと変わりますね。ジャピー SP からペーパースポット。ジャンプ乗っていく、いやらしい。あー、すぐ中で出ない。チャンス、ジャンプ S から奥攻めは着手、下段2 S、足プレート続いていく。スプリッチを取りますが、さらに攻めます。さあ、ここはちょっと厳しいぞ。 S ハイからスタンディパーロマにキャンセル。ギネス前 P 前ハイサチハイスプリットしている。きついな、ゲージがないな。ここは耐えたいか。ドスコイドスコイドスコイ。ああな、なになに、あーやばいぞ。流れがオンプ、まあ、体力がねだいぶリードしてるんで、ジャンハイの飛び込みとかさえ通さなければ全然ある状況。チャンディから潜りたいかどうするかというところでしたが、エンケレスが刺さりますかって。何回 S ゲージ溜まりまくってやばかったね。さあ、続きまして A 番台連戦じゃねえや、キャロムさん、先輩メイマンさん、チャップさんのチームと、ケダコさん、ノブさん、トゥーリオさん、 A 番台でお願いします。殺意が向けられていた。支援もなく、そこまで変質することが可能なのか。はい、キャラムさん、平岡さん、メイマス君、チャップさんと対しまして、ケダコさん、ノブさん、トゥーリオさんですね。3って言っちゃった。はい、またいつでもお相手します。カイ、ウィン、ウィン、ストレイト。迅速の際を申しせず。いやーでも今日大変だったな。もうやっと落ち着いたかなって感じだけど。心眼に頼らざるを得なかった。そうですね。平岡さんのチーム4名ということで、一応先出し、ディズニー界レイブンチップという4人のメンバーとなっております。対しましてケダコさんのチームはメイソルイノと。はい、決まりました。あのスタートボタンを押して始めてください。お願いします。一番最初に出てきますのはキャラムさんのディズニーですね。対しまして、ノブさんのソルが出てきます。見ていきましょう。前ジャンプから様子見してバックダッシュ、相手の差し込みというか牽制見てからバックダッシュクーラーって差し込みましたね。ジャンケー、ジャンパン、ジャンハイから誰ハイエス話し相手。もう一回中段ジャンパンで降りたところを投げてますね。キンバこれはとりあえず食らうでしょう。やったかな。ボルカルマキャンからガンフレ、ジャンディ、ジャンディ、パフニール、はい、バンタチハイ、ジャンディ、ボルガニックバイパー。じゃあはい、引きずり下ろして、さあゲージは十分あるんで、ボルガニックバイパー、
さあこれがセールファイヤー当ててくる。ガンフレキキャン、ガンフレキキャン2回使ってからダッシュルッキャー通した。リボルバーシャガパンタスパンタスパンとダウンを1決めてノブさん1本選手。セドムさんはバースト持ち越しましたね。さあ先ほどのクーダジャンケーに対してバックステでジャンケー、ジャンハイか、ジャンケー刺して前パン叩き入れましたね。今のファルニールも痛い。ジャンハイカウンター。キャロムさん地上から前に出るが、カメマヘイ、アティブリ、立ちハイ、カメマヘイ、ハエが決まらない。ちょっとね、立ちハイからため前ハイをちょっと遅めにディレイかけて出さないとね、難しいんですね。ただソルは入りやすいです。はい、ノブさんのソル勝利となっております。次に出てくるのはメイマスさんのレイブンです。レイ、レイのサングラス。一時期ね、乗っ取りとかありましたけども、乗っ取りというか勝手になんかツイートしてる自分もその被害っていうんですかね、なんか自分が知らないうちにレイのサングラスの宣伝してましたけど、気をつけましょうね。一部のなんかアプリ認証で勝手にあのツイートするようになっちゃってるらしいですけど。さあジャンディー動かして、ハクから前に出てくる。お互いゲージは溜まってるんで、どこで差し合えるのか。まあ、メイマンスさんの方は結構滑空使ってね、縦横無尽に動き回るタイプなんで、画面端キープしたい。ノブさんの気持ちはどうだ。パーチケース足まで総裁、ジャンケー、ジャンビー、空中リボルバー、ガフレキャンからタッチハイカウンター。はい、セブルフィフィリストバーストカウンター。あ、そうジャンディー、効果して、今のは空弾読みのバッキンバーリボルバー、ロマキャンからパックガード。おお、着射場投げましたね。ゲージ的にはメイマスさんの方が有利だったかなってありましたけども、しっかり投げて返しました。ノブさんのソル1本選手、ジャンハイとジャンニケ両カウンター。手を伸ばした先にそこには誰もいなかった。さあ足払いにバスト、ジャンハイ出がかりにジャンパン、円安から足払いにディレイかけてますね、メイナスさんの方は。何ガードアジャイに入り、ジャンディジャンディバフミング、ダッシュキングと前パンマーホブ、ジャンディー、はい、決め、はい、ここはもう安定コンボでいいだろうという判断。ノブさんのソルが勝利となっております。ちょっとね、1戦目はちょっとゲージ状況を考えたらメイマス君にあったかなってありましたけども、2戦目は難なく勝利と。さあチャップさんか平岡さんが出てくるわけですね。チャップさんが出てきます。平岡さんは残すということで、はい、チャップさんのチップ対しまして、ノブさんのソルトを取ります。足払い交換してダウンを1投げ釣りですかね。5回
何かしら一発大きいのカウンターであったらね、チップですから。チップは起き上がりが遅い、ジャーン系がスカル。カルディーズに対して 2S、 いい差し込みですね。ジョニオはゆっくりしてろ。トレガード、エンエス立ち合いまで。ジャンパン、ジャンケー、ジャンディーか。フルチェーリボルバー漏れるような感じでしたけどね。ダメ、ジャンディーにバーストですね。すげえ吹っ飛んだんだけど、あー2杯が当たらない。無慈悲にもじゃあ、はい、引っ掛けた。ジャンパン空直から空投げ、うまいですね。シャーフトパン、さすが。どうする、前に出る。ラプさんは、うわー、ベータブレードまで読んでガードしてからしっかりと刺していきました。ノブさんのそれ一本選手。この近距離の様子もやばい、見つめ合う。ベースカウンター、足払い、ダウン取って爆弾から、お互い技ポン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 振ってるようなんですけども、うまく当たらないですね。ネス立ち合い、どうすんの。いやこれジャンディ、いや体力見てください、これちょっとかわいそうになってる。さあどうする、今の投げ仕込みの禁越ですね。さあここから頑張れるか、カルヤリ付き表、今のジャンハイスカシですね。ドマキャンから、あここからまくる。ラップさんのチップ1本取り返す、すごいな。チャンスガード、じゃあはい引っ掛けた、代わりに行くのはチャップさんの方か。空中アルファちょっと遅かった、遅かったらこのダメージ。ジャンディにバースト、少しでもダメージを出したいと。クリンガーガード、チャップさんからしたら大技当てたいんですけど、ソルのゲージ状況とバースト状況を見る限りちょっと怖いですよね。攻め級ポイントが、さあどうする、怖い。いやジャンハイ引っかかって、リボルバーロマキャンから、いやミスった、まだあるか、今の竜やないかな。でダングル切り返して、ダストスカル、キンバードダッシュを使って、どうする、いやダッシュ投げ通す、ダフレッカード、ちょっと待って、オーバー、怖い。ジャンディカウンター、いやーすげーエンエス立ち配、クーダジャンピージャンエスジャンディと、バケモンだって息が上がりゃ脆くなる、はいはい、やっと通り禁煙できてるか。あーノブさん下しました、シャップさんのチップです。中堅で出てきますのはケダコさんのメイですね。たくさんのチップはどこで事故るのか見ものですね。11修理券、了解か、
横いるか。お互いじりじりしてる。あ、メイガーはとりあえず何かしら技を振りながら前に出るという感じでしょうか。それに対してチップ側ちょっと対応したかったんですけども、ジャンハイカウンターから受け止め、変わる、バーストガードして、ジャンハイ遠線がロマキャン、ため前ハイ、ユイキハイエス横、ジャンパン、ジャンパンから投げられた、6杯、うん、時間早いから、うん、はい、了解、はいはい。あ、寺子さん1本取って体力要求を、見ますと、チャップさんがちょっときつそうか。今のはね、ハイエース横をあのめくりで当てると壁側に吹っ飛ぶっていう、寺子さんのコンボだと割とね、よく見るのかなと思いますけども、アメブリに対して投げたガンマキャンを強制ガードさせてから、いや怖い、なんか一発大きな当たったら終わるんですけど、いや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 店員で上から行ったらなんかイルカさんとボールが待ってたんですけど、どういうことこれ。その時動いたみたいな感じでしたね。はい、キャップさんのチップ破れまして、大将出てきますのは平岡さんの回ですね。一応負けた方も A 番台で行います。バイパンパスラスト、ビリアル当てて、ジャンエース当ててからベダン、はい、横いるかと。一本選手、ペダクさんのメイリーチ、少しずつ少しずつペダクさんがダメージを与えている感じはありますけれども、シャガフェ出したら助けで終わってない。ダンキちゃんから、はい、ジャンシジャンシジャン、はい、ジャンリー空中スタン打とうとしたところにジャンエスカウンターですね。これは危ない、まだ大丈夫か。金早い、食らったー、金前ハイ食らったらやられますね。さあ、勝ちましたけど、こさんのチームはちょっとお待ちください。負けました、長谷川さんのチームとキャロムさんのチームですね。A 番台で行いましょう。長谷川さんのチームと、キャロムさんのチームですね。 A 番台で行います。うん、 A 番台でやります。獲物の長さで勝ち負けは決まらないってジョニーが言ってた。長谷川さん、マグロさん、ヒロさん、対しまして、キャロムさん、平岡さん、メイマス君、チャップさんとなっております。イノ、ジョニー、ソルですね。対しまして、ディズィー、カイ、レイブン、チップとなっております。そうですね、平岡先輩の、チーム4名ですので先出しでお願いします。決まりましたらスタートボタンを押して始めてください。数の暴力ね、よくある数の暴力です。はい、最初に出てくるのはメイマス君かな。スタートボタンを押してください。大丈夫ですよ。
Who dares to enter the main arena?メイマス君のレイブンが先に出てきます。対しまして、ヒロさんのソルが出てきますね。Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 どうする？メイマス君は 2F かな、出したのソルに潰されてますね。リボルバー宇宙飛ぶとリバルが引っかかる。さあ裏回ってマイパンの硬直に砕けろの炎が当たると、マイパンからダッシュ、確かにエリアルボルカニックマイパー叩き落とし、マイパン前入りグリンガーたちがラフレルジャンプ。体力的にちょっとメイマスクが動けてないかっていうのはありますけれども、何が起こるかわからない。いやーブリンガー2敗と、クロさんのソル1本選手です。おおジャンプしたらバンジョンが待っていた。ハイエース版のね、ケブレヒリヒリヒットに対してガンダッシュ、座れ、詰め、これに吸い入れる。こちらにね、詰め打っちゃうと一応、あんまり有利ではないんですけども、これは美味しいですね。めっちゃうほう言ってますけど、おー、ダッシュで潜る、うまいですね。いやーこれは終わりでしょう。ジャンディーダンケートヒロさんのソル戦法を下しました。お大丈夫、一応これやってる、うん、もう A 番台でやっとってる、大丈夫。いやー本当にうんすまんね。キャロムさんが出てきます。時報ですね。B 番台の方使いませんので、そのまま変更します。持ち合い台にしますのでお願いします。さて 4S 魚置き止めはじゃあハイカウンター、これは美味しい。エリアルバットは使わない。空中ハイエース話相手からハイパン円安足払い、魚ロマキャンからのコンボ、カメ前ハイはダッシュ入れないとちょっときついんですよね。大丈夫？さて足払い魚、さあ体力状況リズイ側が有利ということで、ハイジャンプかな、空出したところに、木の実が刺さりましたね。一本選手はキャロムタウンのディズイ、開幕ソルの円安、リズイも円安出してたんですけれども発生負けですね。さあ A4 円魚、そうなんですよね、魚からハイエース話し相手は重ならないので、一応ディレイの足払いディレイ系話し相手だと、あの系話し相手の1カミが相手のリバさんに引っかかるようにできてるんですけどね、うまくやれば割とディレイ加減が必要なんですよ。キャンパンジャンパンからエースボルカ叩き落とし、タッチハイロマキャンブリンガーパフマイパンタッチハイ、なんかマイハイ、一応ねディズイがゲージ溜まってますけど、ジャンディリボルバー落として下段ヒット、さすがにちょっと高かったですね。強した、タイランでバースト打てないようにした。ちょっと高かったですね、ジャンディジャンディパフが。はい、1本取り返します。前パン金エースからエリアル、ジャンケ引っ掛けてジャンディ、ジャンキャンジャンディ、さあ画面端キープ、ブリンガーヒット、これは痛い。バーソー、さすがにマイパン円安、キャロムさん前に出る、
ガキナカナまでガードして前パン延々魚ゴルバ足払い指導なのでこれは痛い。バフミールが当たらない。ちょっとコンボミスきついか。ガキナカナさあソルさんはソルさんじゃないヒロさんのソルがどうゲージを使うか見ものですね。キャロムさんはどう丁寧に戦うか。プリンがガード。じゃあハイヒット足払い話し合いで先生お互い裏回る。ビビビビ足払いリボルバーバスト。おお話し相手をジャンパンで潰したところに、ディズニー側がタッチパン当てましたね。あれタッチパンで落とせんだジョニーは入ってたらいいんじゃない。だって食べてないでしょ。はい、マグロ納豆さんが出てきますね。はい、キャロムさんのディズニーに対しまして、マグロさんのジョニーが出てきます。そうですね、コインに対してダッシュマイパン PPP から当て投げの形。そして 4S 魚、ね、これ飛ばれちゃうんですよね。ラストマイハイしかなかった。一応ね 2S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  がバータイですけども 4S 魚ダウン。さてシャガー系当て投げの形にしか。キャロムさんのディズニー一本選手。そうですね、先ほどと同じようにあのダッシュマイパンの選択したので2杯で食らってしまうと。エリアルパーチハイカウンター。一応ジャンパンとねジャンハイの間隙間空いてますんで、なんか手を出すとカウンター食らいます。普通足払い直出したんですがよパイパンを振っている。ガードは硬いがジャンハイガード足払いからしゃがけ足払い。キャロムさんの大活躍これすごいよね。超えてるんじゃない超えてるでしょ、どう考えてもすごいやべえそっかそっか、すごいはい、大将長谷川さんのイノが出てきます。知ってる知ってる、あの日常茶飯事だから聞いてないで。このパワハラ勝利出しまいたんしたんですけども、ジャンディはガードしてる。空投げうまいですね。勝ちゲーダーストヒット前ハイ前ハイ勝ちゲーダースト。もうとりあえずダメージ重視でいくというスタンスでしょうか。ゲダーヒットからヤンハイテニカル追加下段選択上限からエリアル決めて大きい攻めは下段選択検査手配。うん、おガードしたが今のジャンパン食らって受け身取ってもジャンパン引っかかるようにしてますよね。日本選手長谷川さんのいいのケミカルに対して焼き魚サッカーがうまいですねお互いのホバーとクーダがね交差点を打ちまくるんですよ。エスケムカル下段ヒットジャンからジャンパン振ったんですけどマイパンで返されて、さあちょっとこれはきついかガード。そうですね、カホゴをガードしてその後の音符食らいましたね。トイレ
Here comes the daredevil. いや非常に安定感ありましたね。でもキャロムさんすごい活躍でしたよ。はい。いや何も教えてねえんだけど。はい、平岡先輩が出てきますね。嘘のようにあっさり。それは教えた覚えが。さあはい、強気。ジャンハイヒットから。やっぱり長谷川さんそのジャンハイの使い方上手いっすね。ね。横蹴りに対して前パンキンエスト。平岡先輩負けてはいません。まさキンエス、まあ、バースト読みですね。ジャンハイスカシからバー対しちゃう。やっぱり叩きに行くときは叩きに行かなきゃダメだってことですね。行けから前ハイですから前ハイ直足なんで確定でしょう。ああなるほど、音符をね円安の暗い判定前に出して一段だけ食らうという。さあジャンプ食らってからバーストガードされてこれは痛い。ちょっとゲージ状況体力状況歴然の差となっている。あ、じゃあいいよ、コケミ。あ、じゃあ、まあ、たいね、まあまあまあ。はい。さあ、対象対象になりましたね。チャップさんのチップと長谷川さんのイノです。チップの2杯。ジョニオ曰く2敗が肝になると期待しましょう。まあ、バックステに対してガンマブレードが刺さってからのバーストガード、これは美味しいですね。ケミカルキャンしゃがんで避けたんですけどもその後食らってしまう。あーそうか、入力できないんだ。ちょっとずつ引っ掛けるような形にしてるが、バケセ、暗い逃げ。おお、すげえ。アルファ、バケセに引っ掛かる。チャップさんがどこで何を引っ掛けるかが重要ですね。ゲーランヒット。長谷川さんは様子見。前に出た。足までこかして。ブリッツ、ガード。中断通った、これはやばいでしょう。どうする、どうなる、どうなる。ケミ追加、まだ終わらないが、ゼットアングル使って音符にヒットと、自分からお亡くなりになってしまった長谷川さんの井の一本選手。なるほど、ジャンハイ、ジャンハイどうする。クラジャン系からジャンに対してサシパン、ジャンハイスカシゲダン、クー投げ、アルファ追加。さあどうする、アルファ、アルファ追加、置き攻めは、いやータシパン打ったら今ヒットでもまだ大丈夫でしょう。ラストヒット、これは美味しい、イエーイ。ちょいやーおーバースト読んだ、まあ生きてるって素晴らしい。ジャンディ、ジャンディ食らって今度こそバースト打ってしまいましたね。バータイ、バータイにしていた、長谷川さんが今勝利ということになります。ほんでプレスティシモって勢いはあるけど、これだよね。私はそれでは決勝行きましょうか。ロイさんのチームと、ケダフさんのチームですね。A 番台でお願いします。あ、こっち完結ってこれじゃない。
そう一応ね今の試合が三決になるんですわ。さあロイさんのチームと、ケダコさんのチーム決勝戦ということでA 番台で行います。Guilty Gear Exar Ram 2キャロムさんお疲れ様です。あーすごかった。あすごいと思って一番最後あのソル戦いいタッチパンでした。あれやばかったね。本当にやるしかなかったもん。まあ噛み合いました。魂のタッチパンでした。はい、ロイさんのチームはロイさん、アインマン、テレサと3名になっております。対しまして、ケダコさんのチームはケダコさん、ノブさん、トゥーリオさんと。 OKOK、それでは決まりましたら、スタートボタンを押して始めてください。高野馬場三角土曜日、3-4 大会、決勝戦となっております。さあ一番最初に出てきますのはロイさんのソルですね。対しまして、出てきますのはトゥリオのリノ。まあ、今日はFUB さんが焼肉ですか、あのいろんな方々あもう帰ってきてるんですよ、ね、あの爪が割れる心配もなくわからないけどトゥリオの爪が割れる可能性は低い。本日の爪割れる確率は低くなっておりますので。そうさあ見ていきましょう、決勝戦となっております。先方戦ロイさんのソルに対しましてトゥーリオのイノ。さあクータジャンハイ学生に引っかかりましたね。表現をしっかり空中直下してますけども、ただパフニーに対してハイエス大木ジャンハイ落としてガード投げうまい。ジャンハイは透かしのような形になりましたが爆発してお互い位置が切り替わる。いや今のボルクはちょっと痛かったか。バーストジャンハイの終わり際に前パンカウンター当てて足払い見てますね。ホバージャンへ差し込んでからのしっかり見てますね。落ち着いている。足払いこれ美味しい。リボルバー落としてダウンウィッチのような形になった。日本選手トゥーリオイノ今のはホバミスですね。ホバキャンミスか。ジャンディジャンディパフニールがちょっと高い。おおほほほ消毒使っていく。スムース畑にエリアル決めて竹じゃめジャンディ竹てみロマキャンから今のもホバキャンミスですね。タシ系ホバキャン何かしたかったんでしょう。ダズブッツや通ってはいジャンディ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 クダジャンディクダケロから一段目これがスバイバーキャンフルに使っていく。2K ヒット立ち振りしてましたね。1本取り返します。ロイさんのソルお互い一旦後ろに下がってジャンハイ表現ダウンプレーお互い中央戻すブリッツ取ってジャンハイ叩きにジャンディガード
なるほど、 FD 貼ってると縦剣は危険になるんですね。普通のノーマルガードになるとドマキャンになるんでしょう。そうだったら2巡目はジャン S にバート。おお、それがジャンハイズ特に当たりましたが、ジャンディ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 、これかドライバー、まあ、バーストは使わない。いやーぶっつけらミスった、これは痛い。池田ヒット、グリンガーにバート、さすがに、いやこのヒットは痛いか。いやーどうなるどうなる、ハフニール、これ可能性ありますね。ただしじゃあはい、ちょっと様子にしてしまった。音符キャンホバク投げと、そうですね、今そう6番カウンターしたんで、もう1回タク通されてピヨったら終わりでした。爪割れるフラグがあったんで、低かったはずの確率が。フラグメーカーになっちゃうね。さあドゥーリオさんのいいの、先方下しまして中堅、出てきますのはアインマンの回。ちょっと様子見したところに強気にいったトゥーリオ、タチパンタチパンからダウン取って林表現、ホバーしたところに2敗か。前に出るアイマン、ジャンエスからジャンキャンで音符を避けるんですけども、というのでお互いやっぱりちょっと2段階ぐらい上の読み合いしてますね。デバ打って、おほほほほ、今度はタッチパン出した。ジャンからアインマンもタッチパンで止めましたね。ガード爆戦引っかかる、ジャンハイからコンボ決めていく。一本選手トゥーリオイノ、横蹴み引っかかって中段が通る。今度はホバキャン出ましたね。タチパンタチパン、 2S のところにバースト、すげえ避けられるんだ。いやクーダジャンハイに対してタチパン刺しましたね。これは美味しい、とりあえずダメージ重視。ジャンヘイットキャンでジャンエスが裏回らない。ハイエスタイボークはジャンプで逃げる。ジャンパン空直からの空投げ、最高クラッシャーヒット。その後ガードしてても、まあ、音符食らうというかガードさせるような形にしてるんでしょう。あ、アインマンを下しました。大将が出てきます。テレサジャム、大将をテレサジャム対しまして、先方、トゥーリオイノ。どうする、ジャンハイに対してトゥーリオもジャンハイ駆け出ししてましたね。駆け出しというか当たらないところで出してます。デナヒットバート、ちょっとずつダメージ食らってるような感じがありますけれども、ジャンシジャンハイ表現さあ大きでね、これデッドアングル使っていく。タップに対してバースト、こっから縦蹴りヒット、どうする、下段ヒット、これは終わるでしょう。一本選手トゥーリオイのリーチになります。マイパンに対して着地投げ、バクステに4球目ヒット、いや食らってしまう、これちょっと痛いですね。あんまりバーストは吐きたくないかなっていうのあるんですけども、
助け2杯からスミス2杯足払い、こちらは白門客竜神からどうするガード、お互いちょっと食らってるような形になったが、テレサも負けてられませんからね。手を出します。スミスに対して大木、ここはまだ安いでしょう。問題はその後ダウン取られてから、いやー立ち振り打ったところに大木が刺さる。どうする、バーサルガードからホーバー投げと、さあ、優勝は、トゥーリオイの、ノブさんの、ソル、ケタコさんのメイとなりました。おめでとうございます。東洋音楽には詳しくなって、ありがとうね。また飲みをおごってあげるよ。コーラだろ。コーラ飲ませまくってね、太らして食いませんか、取って食ったりはしませんか。はい、というわけで、本日の 3-on-3 大会ちょっとね、人数はちょっと比較的少なくはありましたが、まあ、レベルはね相変わらず高く、見応えのある試合がたくさん見れました。ありがとうございました。今日は、初中級者大会と三河店、B リーグ1回戦フモエルフェルド対トモレオ、そして固定 3-on-3 とイベント目白押しとなりましたが、来週はもっと大変なんだね。来週はね1試合やるんだ。来週は大変なんですけども、まあ大会やると思いますので、まあ大会も参加してくれると嬉しいな。よろしくお願いいたします。来週はですね12月23日土曜日、予定はですね A リーグ第1試合オミトジョニー VS ダディレイムン、こちらが初中級者大会、ちょっと早めに終わらせるように頑張ります。初中級者大会後5時配信開始、5時半か試合開始予定。そして B リーグ第2試合投げファースト対フモエルフェルト、フモさん2試合、2週連続で試合となっております。こちらはオミトさんとザディさんの試合が終わった後18時半頃配信開始予定となっております。 3-on-3 大会はまあ8時ぐらいにエントリー開始、8時半スタートぐらいになるかなっていった感じです。よろしくお願いいたします。さらに12月23日はですね、レディース対戦会というのが昼からありまして、初中級者大会の後ろで多分なその4セット、まあ、レディース代になると思われますので、そちらの方はね、まあ我こそは女性だということは方はやってもらってもいいんですけど、たま気づいたらカリンジさんみたいにレディース台座っちゃって、レディースカリンジ登場みたいな誕生みたいなことあったりしますので気をつけてください。まあ、来週は、まあ、そんなわけでレディース対戦会、プラス、初中級者大会プラス、帝展開し武道会、A リーグ第1試合オミトジョニー VS ダディレイブン、 B リーグ第2試合投げファースト対フモエルフェルトの試合、さらに固定する4水大会となっておりますのでよろしくお願いいたします。まあやっぱ人数いないと俺もちょっと脱力がしちゃうんで、ああ楽できると思っちゃうね。土曜 3-on-3 大会まで、まあ、参加していただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。
はい、では A 番第、